はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、小山井でございます。大学教員のための就活指導支援講座ということなんですけれども、えー、この講座の趣旨につきましては、初回の動画、カグルについてお話しした動画の冒頭をご覧ください。YouTube で公開中のプレビュー版でも冒頭に収録されています。さて、えー それとこのシリーズの動画のリンク一覧はこの動画の概要欄説明,から説明欄からアクセス可能ですのでぜひチェックしてみてください。さて本日は「子ども天に食図鑑 AI にとって変わられない仕事100が観光学部12年生対象の基礎ゼミなどにもおすすめです」というテーマでお話をさせていただきます。 えっとそうですねあの子供手に食図鑑 AI にとって変わられない仕事100というあの本がですね西文道振興者さんからですねあの刊行されましてあのこれあの僕お世話になっている方から全然別件で紹介していただいてまだ出版その時まだ出版されてなかったんで予約しておいたら今日今日というのは、えー、と2020年の 11月30日ですね、えー。今日届いたんですが、あのー、非常にいい本です。あのー、なんかこう、小学生向けみたいな感じなんですけど、全然これ多分小学生読めないと思いますけどね。飯が食える大人のために、小学生から自分であった仕事を始めようとか、そういうことが書いてあるんですよ。で、この本の特徴とかいろいろあるんですが、まあ、そうですね。まあ、タイトルの通りなんです。仕事図鑑なんですけど、AI にとって変わられないっていうテーマでできています。 で、えっ、ー、と、まあ、目次をね、こう、ざっとご紹介すると、まあ、章立てをご紹介するとですね、一章はものづくりの仕事ということで、えー、建築家とか、大工、インテリア、デザイナー、陶芸家、えー、コピーライターとか、そういうのがあって、20個ぐらいあって、紹介されてて、二章は医療、福祉の仕事っていうふうにあって、医師、看護師、産業カウンセラー、ケアマネージャーとか、公認心理士ありますよ、公認心理師。 心理学の先生方。<laughs> はい。えっ、ー、と、で、3章は人にも、人に人、ん三章は人ともてなし、人とモテ、人ともてなしに関わる仕事ですかね。料理人、パティシエ、バーテンダー、フードコーディネーター、放課後児童支援員とかもここに入ってますよ。弁護士、政治家とかですね。で、4章は自然に関わる仕事ってことで、獣医師、トリマー、犬訓練士とかですね。 で、5章が、えー、科学テクノロジーの仕事、ゲームプル、えー、ゲームプランナー,、えー、ゲームプログラマー、プログラ、うん。協力エンジニア、あなるほどね。CG クリエイター、ロボット開発者とか、開発者とかあって、あとで6章で最後なんですけど、6章に新しい仕事ってことで、ライバーとか YouTuber とかも入ってるし、AI プランナーとか、えー、社会活動家とか、自罰。 自罰型林業。はあ。とか、ホワイトハッカーとかも入ってますね。なるほどって感じですけども、そんな感じで6章の、まあ、章立てになってて、それぞれに10から20の職業が紹介されていて、えっ、ー、と、これ小学生向けじゃないと思うんだよな、ね。振り方はちゃんと振ってあるんですけど、フォントもね、そんなにめちゃくちゃでかいってことじゃでかくないですよね。10ポイントぐらいですよね。で、まあもちろんイラストとかも入ってるんですが、 あのどういう仕事でどういう能力をつけるが必要とされるのかっていうのがですね非常にわかりやすく解説されています。で特にね <laughs> 1>,、まあ、あの1、2年生の時には、まあね、将来のことは何も考えずに過ごして3年生になってからどうしようかなとか考え始めるみたいな文化がある大学も多いですがそれってもう今だいぶ厳しいですよね。だってもう これだけ情報が民主化されて、知りたいことは調べれば分かって、勉強だってしたければネットでテキストでも、テキスト文章でも、文章、テキストベースでも、動画でも、さらにネットでね、こう対面の講座とかも、何でもこう見つかる時代なんですよね。こういう講座あるんだとかって言ってみようとかもできるわけじゃないですか。で、なので準備できる人はどん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 準備しますよ。スキルだって知識だってもうつけ放題な時代なわけですよ。今の時代って。なので、実はものすごい、 競争社会なんですす、ね、どうししてても考えままい AI に関するリテ,リテラシー的というか知識的というか、まあ、そういうものがあるかどうかを示してくれて手軽に受験ができて今ビジネス分野でも注目されている試験に G 検定というものがあるんですけど アルファベットの G に検定ですね。えー、弊社、まあ、セカンダリーでもその受験を応援しておりまして、G 検定の公式テキストの内容から問題を、えー、と作成した一問一答で学ぶディープラーニングってというシリーズの動画を出しております、実は。もう80本以上あるのかな。 次回の自衛検定の試験日は3月だそうなので、まあ、十分に間に合うのかなと思いますので先生方はぜひ勉強されて先生方がまず受験されてみてはいかがでしょうか G 検定に合格していることを、ね、肯定的に捉えてくれる企業さん増えておりますのでぜひ学生さんにも G 検定勉強してみたらとかおすすめしてあげてください また、まあ、いつもお話ししていることですが、IT とか AI とかビジネスとか就活っていうところのこう接点を考えると、えー、ここでも今日も言及しないわけにはいかないかなと思うのがデジタルトランスフォーメーション、DX ですよね。DX を推進していくためには、DX を担うコア人材の育成だけじゃなくて、一般社員に対する啓蒙とか教育活動も重要というふうに 考える意見も参見されてますので DX への理解度を上げておくことも就職活動を有利にする上で必要なことでしょう先生方は是非 DX について概論的な知識も身につけておくように勉強するようにと学生さんに伝えてあげてください。 そのような概論的な DX の学習については、オンラインでの学習教材も出ているようです。学校法人向けの割引を行ってくれるサービスもあるようです。DX リテラシー検定ですとか、DX 育成検定などで検索をすると見つけることができるんじゃないかなと、思の本ます <music>。いいと思います。おすすめです。セカンダリーでは、学生さんの就活を応援できる大学教員でありたいと考える先生方を応援しております。